皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるカイザーです。はい、今日は何かと言いますと雑誌の付録レビューになります。はい、買ってきましたのはこちらになります。グローの6月号になります。はい、グローの6月号ですね。で、なんで今日こちら買ってきたかというと、まあ、こちらにね書いてありますけど、メンソレータムのリトルナースの絵が描いてある、リップ型のポーチと、あと丸型ポーチ、こちらのねポーチが2つ付いていたので今日は購入してきました。でね、雑誌に対してはねこんな感じで梱包されておりますので、じゃあこちら開封してね見ていきたいと思います。はい、中についてはこんな感じになっております。箱に対して丸型ポーチと、こちらねリップ型ポーチ2つ入っております。じゃあ出していきたいと思います。やっぱりねこういうね印刷柄だとどうしてもね化学繊維のね匂いが気になるという人もねいらっしゃるんでね、その辺をね確認していければなと思います。はい、じゃあ、 雑誌に対してねどのぐらいの大きさかと言いますと、こちらが雑誌でね、はい、丸型ポーチとペン型ポーチになります。まあ、このぐらいのねサイズ感ですね。ちょうどカバンに入れて筆記用具が持ち歩ける、もしくはね小物が持ち歩けるようなサイズ感になります。はい、でこちらのね詳しいサイズ、雑誌のね表紙にもこう書いてあります。例えばこれなんかだと直径が12センチで、こちらね高さ厚みがね4センチ、マチが4センチって感じですね。でこちらはね直径が4センチね、この丸い円筒のところは4センチ で長さが16センチという形で書いてありますので、これ概要欄の方にこの雑誌の URL と、あとここに書いてあるねそういうサイズとか、仕様に関しては書いておきますので、まあ、概要欄の方も参考にしていただければなと思います。じゃあちょっと一つずつ見ていきましょう。まずねリップ型のポーチになります。はい、こんな感じですね。でね、裏にはねこうメンソレータムという、まあ、裏というかね円筒型のこういうね付録になります。でちゃんとこちらメンソレータムリップスティックって感じでね書いてありますね。でこちらにキャラクターのね、これなんていうの、リトルナースって言うんですみたいですね。リトルナースの絵が描いてあって、ざっと後ろの方にね、この商品のね、製造販売元、アンズコーポレーションって言うんですね。ちゃんとね、大阪の住所、あとロート製薬っていうのがね、ロート製薬とアンズコーポレーションっていうね、なんか2つのね、会社名と住所が記載されております。はい。であとはね、先ほども見せてた通り円筒型ですね。これね、まあ、これちょっとカッターね、これだいたい普通のシャーペンぐらいなんですけどね、まあ、だいたいね、まあ、普通のシャーペンよりかは短めのシャーペンじゃないと入らないかもしれないですね。よく私が使っている5色ボールペン、シャーペンが 1個とあとね4色のボールペンとか5色のボールペンがついてるようなものを使ってるんですけど、それだとねもしかしたらねキツキツかなって感じですね。まあギリギリですね。はい、あとはね中に関してはねこんな感じで、特にね真っ白い素材で、中ナイロンですね。表はね合皮みたいな素材なんですけど、中はねこんな感じで、真っ白いねナイロン素材になっておりますね。だから中はね汚れには、強いかなと思ったんですけど、ナイロンはナイロンでもちょっとね目のね細かいメッシュ型のナイロンなんで、もしかしたらこれねボールペンとか書いちゃうとそのまま染みちゃう感じかなと思います。でこれ例えばね、まあ、カッターなんかねこうスポッと入りますんでね、っていうのはこのチャックがね上から下まできっちりチャックが開いているので、まあ、この辺はすんなりね入りそうなんですけど、まあ、この私が今持ってるこのね梱包で使ったカッター結構短めなんで、もしかしたらね先ほど言った通り長いシャーペン、ボールペン、あとはその筆記用具ですね、まあ、厳しいかなって感じですね。まあ、ただね普通サイズのねシャーペンとかボールペン、消しゴムだったら入ると思います。
表面はね合皮なんですけど、こちらね匂いなんですけど、若干ねやっぱりこれだけあの合皮の上にね印刷されてるので、若干この印刷に関する化学繊維の匂いがね、しますけど、まあ、若干なのとね文房具なのでその辺は、プラスマイナスにしていただければなと思っているぐらいの、まあ、感覚です。そんなにね極端にここでこう持っていて臭いなっていうレベルではないです。こちらがね丸型の缶をイメージしてるんですかね、丸型のポーチになります。こちらもね周りはチャックですね。はい、で中もこちらねこういう真っ白いナイロン素材になっております。ナイロンのねちょっとメッシュっぽいね、あのメッシュって言ってもあの目がね細かいあのナイロンになってますね。ちょっとこちらもね何かこう汚した時にね、まあ、染みちゃうかなっていう素材ですけど、まあ、小物入れなんでねそういう使い勝手というふうに割り切っていただければ多分全然気にならないのかなと思います。はい、こんな感じですね。こちらもねちょっと先ほどのねまあねちょっと先ほどのね普通のシャーペンとかがボールペンがね、まあ、入らないぐらいのサイズですね。なのでこちらになんですね本当のリップであったりとかクリップとかね、そういうものを入れていただければって感じですかね。文房具で使うんだったらここにねちっちゃいあのホチキスとかね、まあ、そんな感じでこちらとこちらをね、文房具で使うのかもしくは日々のねなんか小物入れって形で使うのかっていうような、使い勝手に適したサイズだと思います。でこれね一応チャックに関してはね開けやすいですね。あのよくあるのがねこういうあの変形しているあの商品だとチャックがね開けにくいんじゃないか閉めにくいんじゃないかってあるんですけど、これに関してはね開けやすくて閉めやすいですね。理由がね、こちら上の面のねここが合皮がねしっかり作られているのと、あとこの周りもね合皮がしっかり作られているんで、ここのチャックがよれてないんですね。なのでこんな感じでねあのすんなり開け閉めができます。ここねポイントかなと思いますね。こんな感じでね一応ここがね、はい、あのつなぎの部分になっているので、まあ、ここと下のところを持ってこうチャックを開け閉めしていただければ、まあ、こんな感じで開け閉めはね楽にできますね。あとは匂いですね。ほんとねこれはねそんなにあの合皮の匂いしないですね。もしかしたらこちらの方がね特殊なあの色をね塗っているんで若干合皮の匂いします。合皮っていうかね合皮の上の化学塗料の匂いがしますけど、こっちはね白地にあのこれをね印刷してるだけなんであんまり匂いしないですね。こっちはねほとんど合皮の匂いしかしないです。でこっちがね若干塗料の匂いしますけど、今ねこれあの開封して私がこう喋って、まあ、大体5分ぐらいかね、そのぐらい経ってると思うんですけど、だんだんね匂いが落ちてきましたね。なので多分ねこれ日々使ってれば匂いが取れていくと思います。これ結構お子さんなんかね喜ぶんじゃないかなと思います。はい、以上となります。こんな感じでね雑誌の付録レビューやっておりますので、よろしければ、チャンネル登録をして引き続きご視聴いただければなと思っております。またこの動画が良ければ、高評価よろしくお願いします。こんな感じでね、梱包されている状態、あとはね商品の細かい機能、あとは、商品のその合皮の匂いとか塗料の、化学繊維の匂いとか、まあ、そういったね、皆さんが気にしているポイントを私の方でチェックして、商品レビューねしておりますんで、よろしければ引き続きご視聴いただければなと思っております。はい、今日はこちらになります。グローの6月号、メンソレータムのリトルナースのポーチ2点セットをご紹介しました。はい、以上となります。てるてる百貨店、てるカイザーでした。バイバイ。